しゃぎおって。私の信頼する部下たち、これまで特別調査チームのメンバーとしてチャクラを精密にコントロールする医療人、防御力が一番強いドトン人、中距離で戦うのが得意なウトン人、機動性が一番高いライトン人、皆それぞれの忍術に精通する手だれだ。渦巻きになると、今は修行中だが、いつかおかげになる男だ。今後彼らの中の一人がお前たちと一緒に行動することだ。ああ選べ。風の刃からは逃げられない。
まずお前がナルトたちに同行しろ。はい、おかげさまの命令に従って。ナルトは2年ぶりに木の葉に帰ってきたので。ああ、わかった。どうも、俺は。ひとまず、はい、ナルトは2年ぶりに木の葉に帰ってきたので修行の成果はあったんだろう。何の成果もなしに戻ってきた。では早速成果を見せてもらおう。でかくなったな、ナルト。全然変わってねえってばよ。いや、さくらと会うのも久しぶりだね。はい、かかし先生。後で第三演習場で落ち合おう。修行の成果はあったんだろうな。修行の何の成果ではさっさ全然。後で第三演習場で落ち合おう。試験の係になってっから。あ、で、俺らと同期で中任になってないの。お前、じゃあさくらちゃんも中任。ついでと言っちゃなんだが、砂隠れのおか。じゃあガラか。五代目の風影になったよ。そうか、ガラ風影になったのか。すげえ。俺も負けてらんねえってばよ。絶対火影になってやる。見てろよガラ。新しい忍術を学んで戦闘力を強くしよう。サインが欲しければ書いてやってもいいぜ。なんか懐かしいってばよ、ここ。ああ、そういや、ここはお前たちの最初の第7波スリーマンセルか。あの時はサスケもいたっけな。サスケの名前はこいつらには禁句だな。ま、どれだけ成長したのか見てやる。ルールは初めてお前たちと会った時と同じ。どんな手を使ってもいいから俺から鈴を取ればいい。期限は明日の日の出までだ。さて始めますか。